些些アフロディーテ TV をご覧の皆様、ごきげんよう、勝木理恵です。今日はですね、この素敵な赤レンガで、ファッションショーがあるので、参加しております。ファッションショーというのはね、今日はね、ジュエリーショーなんですね。ファビュラスさんというコンテスタントさんとか、あとはね、パーティーとかをパーティーによく出られる方々も、もう本当に大人気のお店がありまして、そちらのね、5周年パーティーでショーを、みたいな形になっております。本当はね、今リハ中で、リハしてるところで撮ったんですよ。なんて言ったって音がちょっとガンガンで著作権やばいかなと思って、ちょっとね、裏手の方にこそっと回って、撮っております。どこまでね、配信できるか分かりませんが、お楽しみいただけると嬉しいです。あら、そこのお兄さん、お着替えになられたのかしら。ちゃんとしました。どうだ入ってなかったの今ちゃんとワンポイント入れてる。あ、ほんまやほんまやしかも、ヒェーってなってるすげーな情報を伝える私
美味しいんですよ。あー、ゆみこさんでーす。めっちゃ綺麗に、ね、おかげさまで大先生のおかげでございます。ありがとうございます。嘘くさい嘘くさい。嘘くさいから嘘くさい。本当です。家で練習してるの初めて。リカそんなのね。すごい、うん、すごい、うん、結構リカちゃん辛口だから、うん、そうなの、うん、嬉しい嬉しい嬉しいな、はい、ね、撮ってるでした。お疲れ様でした。なんでそんな鼻の下伸ばすの？YouTube 上げるで今の。
様でした。いい感じに歩けてたよ。ありがとうございます。いかがでしたか。いかがでしたか。いろいろ反省点ありますけど楽しくできました。あ、素晴らしい。いっぱい忘れちゃった。あ、そんなもんです。はい、そんなもんです。ありがとうございます。頑張りましょう。次回の課題です。いや、もうね、なんかリハの時は割合段取りよくできる。うん、早い。本番になるとね、なんかやっぱね、魔物が降りてくんのよ。違うことやったりとか。そう。お疲れ様でした。いやいや、でも1回のレッスンであれだけ歩けた。レッスンまで行きます。来てください。いや、すごい上手だった、上手だった。でもこのドレス良かった。足元がかっこいいですこれだったら大変だもん。これね、いろいろバレるからね。うまいから大丈夫かもちゃん。言われたことできたか今。大丈夫。いや、抜ける抜ける、本番は抜ける、しょうがない。
今、無事ショーが終わりまして、アフターパーティーに行こうと思います。暑いよ、熱さ。私には向こうのことはできなかったんです。本当に
ファビアス講師3期生募集しております。大丈夫、全部カバーします。そして、この方を最後にご紹介したいと思います。どうぞ。まあ、パパって言わせてもらいますけど、パパスタートした時ってどんな感じだったの？スタート、あ、これ初めて、ね、始めた時は、まあ、本当に楽しんで、自分が楽しんで、やってくれたらいいなっていう趣味としてね、やってくれたらいいなと思ったんですけど、まあ、あっという間にこんなことになりました。こんなことになりましたよね。まあ、僕も非常にびっくりしますけど、まあ、本当にファビュラス、ね、おめでとうございます。なるほど。本当にここへ来ていただいた皆さんをはじめですね、たくさんの方々に支えていただいたおかげで、今のファビュラスがあると思っています。また今後ともファビュラス竹内文雄をどうぞよろしくお願いします。おめでとうございます。